はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでカボスさんですね。はい、NPB クロームうち一つ PB ですね。いや、ようやくあともうちょっとだな、追いついてきましたね。こちら開封して、明日の発送となりますので受け取りよろしくお願いします。はい、じゃあ開けてきます。お、いきなり山本さん。はい、よいしょ。ベースは届き次第ね、ご確認ください。インサート系パラレルは仕分けしておきます。岡本さん、松井さんですね。エンさん、199。黄色、アイトさんですね。75。まあ金チャンスはね、箱に大体1回はありますんで、そこで81分の1のパックが、まあこの中に一つは、まあインサート引ければですけどね。よいしょ。まあでも一緒ですね、ベースでも。50以下が1枚はチャンスありますんで、81分の1のスパフラチャレンジがワンボックスに、まあ1個は大体あるんじゃないかなという感じですね、今のところね。 PB で店長見てる限り金以下が出ない、1枚も出なかったっていうのはまだ1回もないので。マスターさん、グリーンですね。はい、あ、いいですね、松井さん。日賀さんですね。柳田さん、大貫さん、199。小島さん、黄色ですね。小島か、小島さんだ。こうじゃないか、小島。お、赤だ。あれ、どなただった見てない。あ、新庄か新庄さんだ。はい、ご知りきました。うん、新庄さん赤好きですからね。おお、はい、いいですね。6分の1でスパフラのとこまで行ったんですけどね、赤でした。周平君だ。雄平君。はい、リフとつけさんとルキイクミさんですね。柳田さん。宮城さんですね。ルーキーリフですね。友杉さん。木下さん。森さんですね。はい。で、ラスト。ロッテの佐藤さん、青リフですね。はい、開け終わりました。50以下が、はい、赤まで行きました。新庄さんでした。
5の5だ。あ、じゃあなんかじゃあ。あれ新庄さん、あれマネージャーの番号は、あれ現金5だよね。あ、今1か。あれ阪神、あ、まあいいや。うん、ちょっと、プロ野球定かじゃないんで、店長の記録は。はい、じゃあこちらでね、明日の発送となります。またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。